はい、いい和和田田秀秀樹樹チャンネル和田秀樹ですす今日も質問にお答えしたいと思います医者になるためには医学部を薬剤師になるためには薬学部を出ていなければ国家試験を受けられないなんてちょっと変な感じがします、えー、医者や薬剤師に本気になる気がありそれにふさわしい学識さえ持っていけば何の制約も必要ないと思いますがいかがですかまあある程度本当はそうですよね あの、これから AI とかが出てきてですね、AI がまあビッグデータとつながっていて、それでどの治療法が一番死亡率が低いかだとか、どの治療法が一番効果が高いかだとかってすぐ出てくるわけですし、薬もまあ普通に医者が選ぶよりも AI が選んだ方が多分いいものが出てくるわけですから、もうちょっとしたら本当に AI に診断してもらって AI が言う薬を飲んでた方が、 医者みたいな、まあ、偏った知識しか持ってない偏った知識しか持ってないっていうのは例えば循環器内科の医者っていうのはもう呼吸器内科や消化器内科のことなんてほとんど知らないですからだからそういうのよりは AI の方がいい治療をしてくれるだからふさわしい学識さえ持っていればっていうのはふさわしい学識の代わりが AI だったりするわけですから AI 見ながらね素人だけど治療する。 といううことは多分可能にななる時代がが来そうな気がしますよねただですねこの医学部薬学部に限らず何らかの形で今度 AI の時代になってしまうと資格を与えないとですね誰もが医者をやれちゃうもんですからもう世の中民間医者のであふれてしまうということもあるのでまあやっぱり一応何かしらの資格を持った人にちょっとさせなきゃダメっていうことは出てくるかもしれない。 ただね私ね今の医学部だとか、まあ、薬学部のことはよく知らないですけど今の医学部の教育はととっってても悪いと思ってますよつまりその臓器別診療とかって言って各臓器については詳しくなるけど人間全体についても詳しくならないし心の治療法も学ばないしあるいはそのコミュニケーション教育とかもしないから患者に話すのも上手くないしみたいなことが起こってるので。 まともな医者を養成する学校を作ってほしいと思ってるんですねで実はその防衛医科大学学校校と言われる学校がありますここはですね大学じゃないんですよ大学校というんですけど実は基本的にはすべての大学は文部科学省の管轄なんですねところが、えー、防衛医科大学校は防衛省の管轄なんです で防衛省の管轄なんだけど、そこを卒業していれば、医者の試験を受けれるということです。本当だったら専門学校なんだけど、専門学校なんだけど、そこを卒業していれば、えー、試験を受けてもいいよという、まあ、特例を認めているわけです。だから、それは軍医を要請する、いわゆる防衛医官を要請する。 ためのものなんですけどもそれと同じようなことを厚生労働省がやればいいと思っていて例えばがんに詳しい医者がんに強い医者を育てるためにまあがん医学校みたいなのを作るだとかあるいは今文部科学省管轄の医学部だったら各専門文化した医療しか学べないわけですけどこれからの時代高齢者が増えるわけですから総合診療医っていうのが全部の科が見れて ある程度薬に優先順位をつけられるような医者が求められる時代になってくるわけですから総合診療医学校みたいなのを厚労省が作ってそこを出た人は国家試験をを受けける資格を与えればいいわけですよ結局今の医学部だったら時代のニーズつまりがんの患者が増えたってがんを専門に見れる医者の要請が全然追いついてない高齢者が増えてんのに老人を見れるような総合診療医とかが全然増えてないわけですねだから 今の医学部のシステムっていうのはちょっと私もおかしいと思いますよ。しかもこれからの時代だと学識を持ってなければって言ってるけどふさわしい学識なんじゃなくたって AI に頼ってちょっと風邪の患者来たんだけどさちょっといい治療法ないとかって,って検査データを入力してくださいとかパッと入力してっていうふうになると思いますねただどちらにしてもななんか資格がなければね。 視覚がないやつが勝手にレントゲン撮っていいとかさ勝手に血を取っていいとかっていうのもちょっと怖い気がするかなという気はしますけどねつまり血液を取ったり画像を撮ったりできるのであればそっから以降は別に人間でなくてもいいのかなというのは事実としてありますねということでまあ時代がちょうど変わり目なので こういう疑問を持っておかしいということは全然ないと思いますよ。それよりは今の医学部を出た医者たちがおかしいのと、それを教える医学部の教授たちがおかしい、こっちの方をなんとかしてほしいと思います、えー。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。